桑の実を食べようしに。あ、ちょっと半分あった。うん、頑張って。あ、でも半分赤いぐらいの方がちょっと酸味があっていいかも。赤いだけだと酸っぱい。あ、えぐで黒いやつだけだと甘いね。あ、これはちょっと甘い、ね、ちょっと甘いけどあんまり味ない。持って帰って飼ってみるかもしれない。おたまじゃくし落ちてみてこない。いいです。ほろほろ気持ち、そんなことないよ。あ、マイマイだ。これは、うん、見える。うん、かっこいい。その木の、この木のかっこいい。あ、うって、サラダじゃない。あ、お前、テラリウムもしかして破壊されるかも。うん、可能性あるね。おい。こう、ヒュンヒュンした、さっきらのね。で、どこ行った？入った、行った。これ、6ミリナイキー、ライキーオーバー。そして、こっちのネットで買った1000円のこのちっちゃいやつ、大きさ比べて、これジェックスの一番ちっさいやつでしょ。大きさ的には多分ジェックスのよりちっちゃいやつ。こうじゃん。これすごい、すごいね、パワーが。おお、すごい。え、すごいね、そんな行くんだ。トイレ行きたくなるやつね。え、あ、なんかそのホースの感じ綺麗だ ね。私は好きだ、これ。あ、これ、うん、泡入ってる。そうそう、うん、それは好きだけど。よっしゃ、見物。あすかちゃん、かわいいね。この方がよく映りますわ、反射がね。どうしようかな。テーマは、テーマはなんだよ。テーマ何ですか？無ですか？違う。じゃあコース後の方がいい。そうね、ずっとスプラッシュマウンテンのドーム。このポジション投げちょっとどれぐらいの、あの、タカさんはですね、どうもセンスがないと自分で言うのですが、そのセンスがあるないっていうのは意外と当てにならないので、この方の場合ないない言ってて、実は作ったらすごいとか、これない、 ありがちなのですね、この人の場合は。てか、このライトちょっとのけますね。とか言っちゃって完成したらかっこよかったりするんだよねっていう。スタート。ちょっとカメラ位置を移動です。よいしょ、はい、ブレーキセッチ。うわ、凶悪です。凶悪です。
ご覧のように猫が邪魔しに参るんですね。その足何？前足がうってありえないぐらい開いてる。ちょっとアシスタント。はい。はい、どうぞ。シャバシャバ。これ割と万能。合うな。これ正解。でこっちはこっちで新しい。何て言うと、あの、あのサイズ感バッチリ。ということで、ということで、この50円だかなんだかするだけのコース。激安のね。激安のコース。10センチ何十円。これもう1000円で USB。すごくない？さっきの勢いになる。すごくない？ USB。我が家の話ですね。それを持っていけば夏釣りをして持って帰ってもらう。その場でさばかないでも生きて持って帰ってこれるんじゃないかな、ね、うわぁっていうことらしいですよ。いや、もちろん私が発案したわけではございません。海水魚とか持って帰ってこれるな。はい、こんななんかどえらい感じのがいろいろ、なんかリースみたいになっちゃってるけど、うん、リースになっちゃった、うん、いろいろ一緒に入れた。このままリースにするか。カレーでリースにするか。めんどくさいかな。ちょっとこんなんだって。ほら、種みたいな、なんか、根の何、根のなんかあるじゃん。こういう、なんつうんだろう。毛根じゃなくて。毛根？毛根のようなこと。球根？球根のような。根。皆さん、毛根だそうです。嘘です。何でもないです。根なんとか。はい、何ですか。お給法は愛がやりな。お給法が多分なんか、ね、あのすいません、なんか知らん、私今日お給法は難しいようで簡単な撮影と見守り会のはずなんだけど。いや、撮影は交代します。皆さん撮影のセンス見てください。かつく構成のセンス。あとは自分映ってへんね。いや、だからそれを裏側 見るんやから。テーマ分かった。はい、ちょっと、テーマはちょっとなんとなくイメージです。まだこれはダメになるやつもあると思うし、とりあえずざっくりのレイアウト枠としてはテーマ、私なりに。それなんかテーマっていうか何なんか、なんか何それ、きったなあ。テーマのタイトルちゃうやんな。タイトル私なりに。どうぞ皆さん突っ込んでください。それはどうなのよって言ってあげてください。世界に一つだけの花ならぬテーマ、私なりに。なんか微妙私なり、違う、私なりにってあれやね。もう説明しちゃうけど、こんな小さいね、こんな小さな私だけど、こんな小さな私みたいな、私なりに咲きますよ、これで。すげえ綺麗にまとめてるように見えますけどね。私なりにってことやないかい。もう分かるのかな、アウトさん。値段とか関係ないってことを言いたいんですかね。そう。ということでいいですか。あうんの呼吸で分かってほしいそうです。イラ。できました。はい。テーマ、タイトル、私なりに。水コップ一杯。
コップ。いいじゃん。お水。どない？大事なんで。よし。はい、上がってこい。はい、水上がってこい。はい。はい。はい。ただじゃ終わりませんね。はい、はい、はい、お前これ壊したないぞ、お父ちゃん。勢いやつに変えるか、勢いやつに。あ、それ勢い良くないですよ、うん、あー、崩したくない、崩したくない。そうなの、やっぱり。だっておい、やめなはれ。あ、探りつた。おい、どないやねん。メーカーが悪いだけじゃございませんでしたね。ジャックスゼルじゃなかったもん、そもそもテトだ。おい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 。納得できん。強力な方にするかな。なんかテーマ私なりにがなんかうまくできへんようになってきた。そう、なんか違う、何かが違う。見ました。なんか違う。見ました。ねえ、何かが違う。いや、なんか違う、ね、なんか違う、もうやだ。なんでさっきと全然違う、何かが。二度と再現できないやつか。あ、いいですね。あの、すいません、時にここにあるもう一箱の草はどうするんですか。え、あ、そうだ、持ってきて、忘れてた。それもあった、それもあった。あ、こんなんあったやん。そんなん俺拾ったわ、そういえば。めっちゃ可愛いじゃん、それ。ああ、うん。父ちゃん、おいで。それ可愛い。なんということでしょう。あれほど悩んでいた私なりにがこんなに綺麗になりました。あら、まあ、なんということでしょう。さすがタカさん、やりますね。綺麗にまとまりました。てなわけで、ぼちぼち次の動画の予告に参りたいと思います。
やってみます、はい、愛産水槽やってみましょう。愛産水槽、さーてさーてうまいことできるのかな、頑張るぜ。次回愛さんの水槽、この次もサービスできるかな。高評価、チャンネル登録、コメントの方よろしくお願いします。お待ちしてます。